実は秘密にしておきたかったちょっと簡単なアニメーションやテロップが付けられるプラグインについてお話しします。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田内です。今日の動画では動画編集において、とっても使い勝手の良いテロップとかアニメーションを簡単に付け加えられるプラグインのご紹介をしたいと思います。で、今日ご紹介するのはモーション VFX というサービスなんですけども、僕はこのサービスを長く使っていて、もう本当秘密にしておきたいぐらい簡単でかっこいい効果が得られるので、本当ずっと愛用してますね。で、動画編集ソフトがファイナルカットであれ、ダヴィンチであれ、あとはアドビのプレミアであれ、どのソフトでもそのプラグインが使えるので、動画編集やってる方だったら、もう持っといて絶対損はない、プラグインかなというふうに思いますね。今日の動画の流れなんですけども、まずはモーション VFX とは何か、どんなサービスなのかっていう話と、それからどんなプラグイン、どんな種類のことができるのかっていう話で、それから、実際に僕がちょっと旅行の動画を簡単に作ってみて、そこにプラグインを当てはめたので、ファイナルカットの画面を見ながらご説明をして、で次に、僕が今まで使い続けてきている4つの理由と、そして最後にモーション VFX のウェブサイトに行ってどんな感じでプラグインを探せるかっていうお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。モーション VFX っていうのは、動画を簡単にこうかっこよく見せるアニメーションとかテロップとかがいろいろ入っていて、で例えばこういった感じのオープニングを出してあげるとか、あとは僕の YouTube でもよく使ってますけど、ローアーサードと呼ばれる下の方にちょっとテキストを入れたい時とか、インタビューで人の名前を入れたい時とか、あとは純粋にテロップを入れたい時ですね。これもこのモーション VFX のサービスから僕は使ってます。それからあとはモーショングラフィックとか、あとは会社のプレゼントとかで使えそうなインフォグラフィックス、棒グラフだったり円グラフだったり、いろんなタイプの図形を出せたりとか、それからその YouTube の LIKE のボタンとかチャンネル登録のロゴとか、そういったなんかいろんな装飾物とか、あとはライトリークのエフェクトがあったり、あとはいろんなバックグラウンド入れられたりとか、動画に必要なさまざまな装飾するものがここのモーション VFX で手に入れることができます。僕のこの YouTube でも見ていくと、最初オープニングの最初の方に出てくるシネマティックなタイトルで、それから右下に出てくるロワーサード、それから今日のお題っていうふうに出てくるとこのタイトルで、それからカテゴリーのタイトルですね。でそして最後の方にチャンネル登録のお願いをしたりとか、あとはエンディングのソーシャルメディアっぽいものを入れてるとか、もう本当に使い勝手がいいんですよね。なので例えば普通に YouTube の話をしている時とかってすごく単調になっちゃうじゃないですか。で例えばファイナルカットを使っていて、でファイナルカットのアニメーションとかは最初の方は入れてみるんだけど、だんだんそれがかっこ悪く見えたりとか、なんか飽きが来ちゃったりしますよね。でそういった時にこのモーション VFX で、いろんな違った種類のテンプレートやアニメーションを持ってくると、そのより動画のこう洗練さがこう増すのかなっていうふうに思いますね。実際に旅行の動画で当てはめるとどんな感じになるかっていうのをちょっとやってみますね。最初にいろんなプラグインを入れてちょっと作ってみた動画がこちらです。これをちょっとファイナルカットを見ながら、どんな感じでプラグインが入っていくのかっていうのをお話ししていきます。で最初が、最初ちょっとオープニングっぽく3つに分かれている動画のエフェクトを入れています。でこれそれぞれ絵を、簡単なんですよね。これは例えばどうやってこの映像を作っていくかっていうと、例えばこの1に入れたい、1のとこに入れたい絵を動画の中から探してくる、こういう感じですね。まずここのコロセウムを探して、で次2つ目どこの動画を合わせたいか、じゃあ例えばこのグラスの絵を持ってくるっていうとグラスの絵が入って、そして
3つ目どこの絵を入れたいか、じゃあ例えばこういう感じで入れると、これで適用をするともうこれで勝手にこう3つの絵が並んで動画を作ってくれたりします。まあ、これで簡単にこうグリッドの絵ができるというのはいいですよね。それからちょっとまあ旅行の動画っぽいタイトルを The Heart of Rome みたいな感じで入れてみました。でこれはですね、M ジャーニーっていうなんかちょっと Vlog とか旅の動画とかには良さそうないろんなそんな素材が入ってるプラグインですね。でそれからで今この 右上の中に Day 1 First Day in Italy みたいな感じでテロップが入っていて、まあ、こういった簡単なアニメーションをこのプラグインを使うとスッと使うことができますね。それからこう電車の車窓に合わせて、まあ、ローマからベネチアに移動してるっていうようなグラフィックを入れてみたり、あとはこの上にこれがウィンド風っぽいなんかアニメーションを入れたりしてますね。まあ、エフェクトは基本的にこれを実際に見せるとこうドラッグドロップをしてくるんですね。こうやってでそれでエフェクトを選択して、で今例えばカナダって入ってるのをこれをまあ例えばローマとかいうふうに切り替えて、であとは終着点がユナイテッドステーツになってるんで、まあこれを例えば東京とかそういうふうに変えてみると、これでもうテキスト的にはこれで完成してるんですね。であとは細かいところで言うと、この地図のぐにゃぐにゃしたぐにゃぐにゃしてる地図をまあ少し自分でいじることができるので、そうするとちょっと違った雰囲気の図形になったりとか、まあなんかそういったことが可能ですね。でそれからちょっと分かりにくいんですけど、ここ一瞬ここに光が出てくるの分かりますかね。でこれはライトリークというエフェクトを入れてます。でそれから最後にこうインフォグラフィックみたいな感じであの図形を出してみました。まあ、それで最後にこうソーシャルメディアっぽいアニメーションを入れておしまいですという感じで、このプラグインを使うのはもう本当に簡単で、もうドラッグ&ドロップをして、でそれで少し数字とかテキストをいじるだけで、まあ簡単にエフェクトが使えてしまうよっていうあの機能ですね。こういった動画編集のプラグインのサービスはいくつかあるんですけども、個人的にモーション VFX をずっと使ってきたのは、まあ、主に4つほど理由があります。で、1つ目が簡単に一瞬でかっこいい動画を作れるということですね。で、特にそのちょっと洗練されてるっぽいオープニングとか、あとはタイトルの出し方とかテロップとかアニメーションとか、これを実際にアフターエフェクトで初心者が作っていくと、ほんの5秒のアニメーションがむちゃくちゃ大変なんですよね。僕も最初ちょっとアフターエフェクトを勉強してたことがあるんですけども、やっぱこのプラグインとかを使い始めたら、もうやっぱ自分で作ってるのとかも時間が無駄すぎて、しかもめちゃめちゃかっこ悪いっていうふうに思って、まあ、それからもう自分でアニメーションとか作ろうっていうふうに思わなくなりましたね。一瞬でやっぱかっこいいエフェクトが得られるっていうのはこのプラグインのいいとこかなっていうふうに思います。2つ目がむちゃくちゃ時短になるということですね。でこの5秒とか10秒のアニメーションを自分で作ろうとすると、もうそれこそ初心者がやると、まあ、それで半日ぐらいかかっちゃったりするわけなんですよ。もう細かくキーフレームを打ってとかで、やっぱりもうとにかくめんどくさいですよね。でやっぱそういう忙しい方とかで、でも動画を出していかなきゃいけない YouTuber の方とか、あとは Vlog を上げたい人とかだったら、まあ、こういった簡単なプラグインでちょちょっとかっこいいテロップとかを入れてしまえば、もう一気に動画っていうのは洗練されていくので、まあ、本当に時短としておすすめなプラグインですね。でそして3つ目が、まあ、非常に安定しているサービスです。で安定しているのはどういうことかっていうと、プラグインの中には例えばファイナルカットがバージョンアップしたら、なんかその都度インストールをし直さなきゃいけないみたいなプラグインがあったりするんですよね。
でそうするとプラグインを10個とか20個インストールしてて、でそれがバージョンアップのたびにその20個をいちいちクリックしてインストールするみたいな作業がもうむちゃくちゃめんどくさいんですよ。でもこのモーション VFX はそういった点で もう自動的にアップデートされてるし、あの新しいバージョンにも対応してくれるので非常にあの楽で安定してるかなというふうに思いましたね。なのでやっぱそうやってこう手動でアップデートしなきゃいけないみたいなプラグインはまあやっぱ結局どんどん使わなくなっちゃいましたね。もうめんどくさくなっちゃって。で最後4つ目なんですけども、もうプラグインの種類がもう膨大にあります。でオープニングでもちょっと話したように、それこそそのオープニングのタイトルからローアーサードと呼ばれるテロップとか、あとはインフォグラフィック、それからまああとカラーグレーディングに使うまあラットとか、あとは光を入れるライトリークとかもとにかくいっぱいあるので、その自分のニーズに合わせてあのいろんなプラグインを組み込めるっていうのはすごくいいかなと思います。僕もここからのプラグインいくつぐらい買ったんだろうと思って見てたら、まあ大体25ぐらいでしたね。なので本当に非常にいろいろとあの助けてもらってます。概要欄の方にこのモーション VFX の URL 貼っておきますけど、今からここでちょっと簡単にどんなこうウェブサイトになってるかっていうのをちょっとお見せしていきますね。でモーション VFX はそのファイナルカットから、まあ、ダビンチから Adobe のプレミア、アフターエフェクト、まあ、それぞれ使うことができます。で、まあ、一応ストックエレメンツ、なんか素材も売ってるみたいですね。で僕ちょっと素材の方は使ったことないんですけども、で例えば僕はまあファイナルカットユーザーなんで、ファイナルカットでプラグインっていうところに行くと、もうここにもうたくさんのプラグインが入ってます。例えばシネマティックっていうキーワードで検索してみると、ですね、まあ、M タイトルシネマティックっていうのがあったりします。でこれを開いてみると、まあ、結構かっこいいこう写真とかテキストが出てきます。で動画を再生すると、まあ、どんな感じのテキストが入ってますよっていうのを簡単に動画の1分ぐらいで見せてくれるんで、だいぶイメージがつきやすいかなというふうに思いますね。でこれ下の方に行くと、このプラグインの中にこれだと50個テキストが入ってるんですけども、それぞれがどうやって見えるかっていうのが出てきます。アニメーションがちゃんと動いて、まあ、どんなエフェクトが入ってますよっていうのが教えてくれるので、まあ、買う前にあこのプラグインはかっこよさそうとかかっこよくないとかっていうのがこうご自身で判断できるかなというふうに思います。で今のがシネマティックなタイトルだったりとか、まあ、MRAT Movie 2、ただこれはその光の色具合とかですね、こうこれはカラーグレーディングの、カラーグレーディングちょっと色を変えたいなっていう時に、まあ、どんな感じのグレーディングをしてくれるか、どんな感じのラットを当てられるかっていうのを見ることができますね。で、まあ、こういうのを入れるだけでもやっぱ一気にこうシネマティックな雰囲気になったりしますし、例えば運動の YouTube をやりたいとすると、例えば M フィットネスとかっていうのはすごく良くて、でこれをこのプラグインをインストールするだけでもうカウントダウンのタイマーが作れたりとか、まあ、今何回目ですよとか、何カロリー消費してますとか、まあ、それこそ今あの運動系の YouTuber の方々がやられてるような、まあ、そういったかっこいい簡単な数字とかアニメーションを作ることができますね。なので、まあ、踊りとかヨガとか、まあ、そういうフィットネス系の方ならもう特に難しい動画の編集技術いらないで、まあ、この M フィットネス一つだけちょっとつけるだけで、まあ、ものすごく洗練された感じになると思いますね。でこちら初めて使う時には M インストーラーっていうのをあの一緒にダウンロードをするんですけども、そしたらその中にこう自分が購入したプラグインっていうのが入ってきます。でそこであのインストールっていうボタンがあるので、そこを押すとインストールすることができます。なので非常に使い勝手はいいですね。というわけで本日の動画の内容は、簡単にかっこいいアニメーションやテロップが出せるモーション VFX というサービスの紹介でした。このモーション VFX がおすすめな人っていうのは、まあ、アニメーションの作り方はよくわからないけど、まあ、とにかく YouTube でかっこいい装飾をしたい、テロップやアニメーションを入れたいとか、あとは広告やプロモーション動画を作っているような方で、それからまあ会社でちょっとプレゼンの資料で
インフォグラフィックスを入れたような動画を出さなくてはいけない、ちょっとシネマティックな雰囲気の動画を作りたい人など、結構いろんな方に向けてさまざまなプラグインが出ているので、本当万人におすすめできるサービスなのかなというふうに思いますね。僕の概要欄の方にモーション VFX の URL と、あとは 15% オフのクーポンコードを発行してもらったので、まあ、もし興味のある方はクーポンの 15% オフも使っていただければなというふうに思います。というわけで、もし今回の動画がお役に立てれば高評価ボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルでは動画に関するさまざまなことを発信しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。